おはようございます、ももろです。おはようございます。はい、今日もげっきり、こんにちは。スーパーマリオ3Dワールドやっていきましょう。こんばんは。いや、こんばんは、挨拶変えんな。いや、いろんな人に、いろんな人にとかじゃなくて、いや、むしろこんばんは一番正しいけど、うん、見る時間はね、動画出る時間はこんばんはでしょう。でも、だから見る人によって違うから、はい、寝る方だから、もう配慮できてるアピールいいから、もう、そういう挨拶してる人いるぞ。どれどれ、じゃ知らないの。だ、誰知らないの。こんばんは、これから寝る方はおはようございます。意味が分かる。だから誰、いや、これから寝る方はおはようございますいや、だから、いや、アナウンサーか、いや、長嶋さんかな。いや、わかんないなら、だから誰、長嶋さんです。うん、ありがとうございます。いや、そんな感じか。いや、おはようございます、こんにちは、こんばんは、これからね、うん、それは長嶋さんのやり方です。でも、それは、いや、いいことだと思いますよ、それは。それはまずアピールってこと。はい、うん、いや、違います。いや、言ったら、長嶋ちゃんは、元々気が使える方です。うん、我々はそう、今までやってこなかったことは無理、今から始める必要はありません、はい、それはアピールなんじゃないかという意見です、私は。はい、動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、他の動画を見たい方はこちら、そして世界ナンバーワンの YouTuber を目指すコハロンは、こんばんは、これから寝る方はおはようございます、ももろです。